身に寄せてあげて自分に人格ベッドはベッドに書いてるだけで他なら寝ときはホームのベッドは理想の俺だよ今のあれですねスターナイトっていうクラブで、はい、僕今日ライブであの来てます、はい、多分ね普段あの割と結構雑談系が結構メインだと思うんですけど、まあ、今日はねバチバチですねピチとバチの方が結構みんなねジャンルでなんですけど、まあ、割と俺のちょっと違うジャンルなんですけど、まあ、俺はね俺は俺のラップを作ったりなんですけど、はい、いやーいいですねすごい音も綺麗だしなんか千葉の本当駅の近くなんで、はい、最高ですね、はいまあ、そんな感じでねいろんなイベントのね、この流れをどん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 ちょっと YouTube とかにも撮っていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ピース。もやるかやらないか、大人がキャッチしてくれよ、ウィスナクロイキです。はい、あの僕の、はい、もう本当に大好きな城郭、はいどうも、はい、宮城県富士から来ました千代翔ある城郭 AK サイクロン AK 高橋です。いや俺ねマジで城郭大好きすぎてもうあの DJ タイムでさっきずっと遊んでました。いやすごいぶち上がっていただきたいさっき40分やってたんですけどね、まあいい感じでしたね。まだライブはあるんですよ。いやその城郭のライブねちょっと撮りたいなと思ってるんで、いやあのもしねこれ見てるオーガナイザーの人たちみんなもちょっと城郭ブッキングしてくださいと思って、もう間違いないんで本当に俺のことをブッキングしてください。俺も復活したんで、俺静岡から神奈川引っ越してきて、でまあ結構ひね引っ越しのこう準備とか片付けとかなんだで仕事見つけなきゃいけないで忙しいから、なかなかねちょっとライブの練習ができないから俺出てなかったから。なんかほら中途半端な感じで見たけど、バトルばっかだったんだけど、まあでもね、DJ モーグ、YouTube のねゲスター、まあもちょっとねあのぶちかましていきます。はい。これからライブですからね。ライブですか。はい。本当この次ですから。はい。まあ、Yeah。どうも千葉お邪魔します。クルイゲイケファッキューレディオです。よろしくお願いします。Yeah yeah yeah。じゃあちょっとおしゃべりがね、ちょっと時間も10分しかないんで、まあ、早速一発ぶちかましていきたいなと思います。リズムモグ、お願いします。Yeah! ああ Yeah! Yeah! 隠して金を稼ぎたい、そんなのねえよと叫びたい。いい話とかどっかにあるか、地道に働けよこの格差、こういうやつって口だけ出しちゃブラックリストじゃ無理だぜ。やっぱおまけに言われる説教くさい、周りからしたら面倒くさい、気がついたらいなくなってる、ごくごく自然に見なくなってる、それがお前の存在価値、はっきり言ってようないマジ、そういう数は堂々と排除、ついでにしたよフォローも解除、勘ぐっとけよ各自で、気がついた時に逆切りか。 Yeah, yeah, put your mind on your head up. Yeah, put your mind on your head up. Yeah, yeah, put your mind on your head up. Yeah, インターネットには一人でやってるからな。 Yeah, yeah. 自分に自信がないやつは大概、他人を制するやつが大概、自分に自信を持ってるやつらは自分を磨く、そして打ち勝つ、パーであろうがアーチだろうが、答えはそいつを俺にしてる注目だったら裸が一旦で勝負、そんな俺をこれからも見てくれ、あの頃の俺ら狂うような中でいつも笑って、少しだばかがむしゃらなまでに執着した、どうせどうせでも復活した、それぞれの事情、自分のビジョン、常に聞かせる人は人、同じ空別々の日々、巡り合う声は一つの意味、
一人で行く、あまりない理由、まずはしっかりと向き合う自分、あれ前の君がどんどん進化か進化のこの道、少年はだった絆のまま転々としてでも帰ってくる田中はやらかしてどんな野郎、自分次第で変わる未来、現在過去を愛してる仲間、揺らすで頭ピーカーで聞いたら揺らせよ体、道は別だが戻る攻撃して、分かり合える関係、オーラやダンサーに世界にラッパー、おかしの街ブロック神奈川、波の音は俺の共に行った、何かあったらみんなここに来て、3回目年内スターナイト、だけど昼間のあの東京の街並み、人波多すぎてゲロ吐きそうになるくらいにやかましい、いや俺は田舎者だけど、いや何もないとこから来たけど、芯一つ持ってればこの芯に登れるって、それはめちゃくちゃ間違いない話であって、いや今つないでくれてますよ、目の前はハゲあるけどとりあえずハゲダッツみたいな感じでやるぜ、31じゃなくて64バース、あたりでもかませるくらいのこの即興フリースタイルから始まった、一番最初の4年間くらい今曲とか出さなくて、まだリーカルに未来は何かラッパーとか言われてるしまつを、どうすればいい、どうすればいい、こうすればいい、そうだな、これをオフにすれば多分流れるとか言ってる、お待たせしました、エキョー DJ はサイクロン、 MC はジェオシェアウチェック TOM2 から今年のスタイルが出ました、お邪魔します、宮城の稽古期待を戦勝、今ハイベルキッズのソウルが出る、見える世界が別物に変わる、ウサギリキのエンジの口癖はいいね、一定期のヴィンテージを潜み歩くこちら、人が違い、他は庭にお祭り届き、アンチルなスラックライスポーツがない、上に上のレイはさ、上には上がいるから、常に胸に夢を刻み、常に癖になるだろう、この村をどういうためにありがとう、犬は言うに疲れない、金までは止まらない、嘘つかり話に触れない魂、 SCOK プロードバイカッキー、アンサー、スキルに換算しステージにて分からしてからがクラシックへと昇華するための条件、プロップスとゼリー追っていった結果、夢半ば飛んでいた奴らへ刺さるサビが聞こえてっか、これは俺からの愛だ、マザーファッカーズ、 DJ はキングスキン、いくぜスキルズラーボー、はい、いやスキルズラボスターライト調子はどうですか、次はスペシャルゲストだからさ、その前にちょっとお客さん止まってこうよ、エンジンシーコイスでゲアピーズ落とした肩と金とグッチチェルセリー、俺にとっての商売道具はこのヘラスクリスト安物文房具、キャストなしかベースなしかストアジー、アビスラウマミとキャス変態グッチャン、あはファックミアファクシー、みたく俺らも才能あればなれるだろうか、 It's like this show、 あれだだけ俺のコリコリチェックリミックス、マイクを開けてダリー、ホーミーワイトシーズン、タクはマイトビーズ、俺ら大人チェックピースはギャルなヒューオーバーキッドアクティブのプロデューサー、みんなハミハウス見てこう、ヒットバンジュー、キッドバンジュー、キッドビーズ、今いらないデーカーテンができてたけど、マイク握ってギャングストアップ、海に囲まれ田舎のフィメール、弱音は吐かねえ男には負けねえ、吐いた言葉は絶対飲み込まねえ、ついに田舎恥ずかしなボーイ、マイク握ってそこだ、
グチ、ロビニフェリーがマイウェイド、ドーリー、ブクレーガルバモレード、プッシュ、次はビトリー、ゴーヘッド、プッシュ、俺な、でかいドルチェの靴もマジベッシュ、まずはベッシュ、着てる数見る景色、こんなじゃ物足りない、やられすぐ、サティバ、諦めにマリはじきるプレゼン、ジョリダリ、ブルーレイオン、ディロス、ヤンフィー、こいつはヘビーでウェイ、さすなバクシュ、俺はヘンクイ、またガリドル、フォーベッシュ、フェッスの希望を見るべく、そのしこらみたらし、甘けれ悲しい、てめがそばしたら腹を、あの右肩上がりのボジョでもやらせないよレースの死で地域のフェルウェイセミリフしかないけど俺に一や新宿湧いても俺にもファイト次の月はどこどこでも確かに仲間があり感謝忘れないけどまだ逆に3本湧いてる間に借りて返してくる俺の薄い消したりこれ響かすこの空気すぐに終わる前にファッション OK OK 俺には必要ないその教科書でだってライブしかやるかストーリー行き先先にもリリベリマリストもリリオン俺の2人リアルなことだけ疲れた状態で一旦散らかの3日後探したまっけ振りかける自慢し強烈な力し腰は持ってない健太ペッシュやりきったらなしじゃなくてはい、イベント終わりました。はい、いやー俺ウエストコーストすげー好きでお疲れっす、お疲れっす。いやもうちょっとウエスト祭めっちゃ好きすぎてマジまた来てくださいよ。いや来ます、絶対呼ぶっすよ。来ます、絶対行きます。俺がピックアップで行きます。マジですか、バッチバチ俺ね、地元仲間連れてくるんですよ。イエーイイエーイイエーイ。いやー、いやーえいやえへへへへへへ。ちなみに今ね DJ タカさん、もう僕高校の時にね、はい、後ろにね、イージーです、はい、いやもう僕ね、実を言うと DJ タカさんの CD、 DJ タカさんの CD ね、僕高校の時にね、買ってるんですよ。はい、そのネタで超盛り上がりましたね。はい、いや、やばいな、めっちゃ来るやんっていう感じですよ、俺のガキの時のキースター。ディスティノさんですね、我ら横浜の、はい、レペゼン HGP。え、そう、こんな感じです。すごいですね。フィルモアさん、僕のアイドルですね、アイドル。はい、ハイエナさんですね。第三景品っていう曲があるんで、皆さんチェックしてください、ハイエナさんの。第三景品。でん、てれれれんって感じですね。僕大好きすぎるアーティストがいっぱいこう載ってます。はい。ね、こんな感じですよ。やばくないですか、皆さん。ね、こんな暑い、お DJK やばい、 DJK 超好きなんですよ俺。はい、ちょっとね、ウエッサイが好きすぎてちょっと勝手に盛り上がっちゃってます。はい、ね、まあ、ちょっとドクターウイスクとかと写真撮るんで、ね、僕は実は言うと MC バトルメインで出てるんですけど、もともとは俺ヒップホップの畑に入ったのはウエッサイがきっかけだったんで、はい、ちょっと今逆側でねやってるんで、本当にちゃんと映ってるかどうかわかんないですけど、まあ、そんな感じです。はい、どうも、はい、イベントから帰ってきました。ちょっとね、昨日終わって、まあ、その後みんなに挨拶して、まあ、帰ってきてっていう感じだったんで、ね、ちょっとまあその光景っていうのはちょっと撮れなかったんですけど、ちょっとドタバタしたんでね撮れなかったんですけど、まあ、無事にねライブも終わって、帰ってきました。はい、まあ本当にね、スワイ君がね俺の動画バトル、あ、バトルマジだ、俺のライブ動画撮ってくれたんで、ね、本当ありがとうございます。ちょっとで、ね、もう帰ってきて、本当は家帰ってきてから撮ろうと思ったんですけど、もうちょっと、ね、もう運転疲れであまりにも寝起きて、何喋ってるか分かんないなみたいな状態になるんだったら、一回寝て起きたからちょっと撮ろうかなと思って今起きて撮ってます。はい、めちゃくちゃ楽しかったですね。はい、もう本当にドクターウイルスくん、本当ありがとうございます。本当にライブでも言ったんですけど、ドクターウイルスくんが、まあ俺ラップ始めて、ネットで僕そもそも始めてきっかけがで、そこからね、やっぱりその自分でリリックとか、まあリリックはもともと書いてたんですけど、日記代わりに、だけどね、もう本当になんかそれを曲トラック、まあ、レコーディングしてライブやってみたいな感じで、まあ、やるっていうことが、まあ、本当になんか俺の中では、なんだろう、
なんて言えばいいですかね、俺の中ではもうあれだったんで、初めてっていうかウイルス君に教えてもらってできるようになったんで、まあ次はちょっとイベントのね主催の仕方を教えてもらおうかなと、うん、思いますね。はい、来年はねちょっと自分で MC バトルのねちょっと耳かきしながらね申し訳ないですけど、自分のね MC バトルのね主催をちょっとやりたいなと思ってます。とりあえずまあそれに伴ってねちょっといろんな人たちから意見聞いたりとか、まあお金が大体いくらぐらいかかるのかとか、まあライブって大体なんかオファーかけると大体いくらぐらいするのかとか、まあそういったことも全部含めた上でなんかこういろんな人とコミュニケーションを取っていきたいなと。であとはまあスワイ君とね、まあ新杉田の、ラッパーさんなんで、スワイ君とちょっとまあ新杉田の方でサイファーとかやるんだったら俺全然もうその日だけ寄せ開けるんでって言って、だからもっと地元のね人たちとねどん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 ちょっとリンクをしていきたいなと思います。まあとにかくね、とにかく今日は神奈川予選なんでね頑張っていきます。はい、バチバチぶちかましていきます。バイブスはすっげーいい感じなんでね、はい、こんな感じで終わりたいと思います。はい、スキーズラボ、千葉ライブやってきました。とりあえず皆さんね来てくれた人たち本当ありがとうございました。繋がってくれた人たちマジで本当ありがとうございました。本当になんか機会があったら、また会いましょう。であと個人的にともみさん、ウエストコースト系のライブをね初めて見てもうちょっとね心震えました。ともみさんも言ってましたけど、フロアで一人だけなんか踊ってる人がいて、なんか私のジャンルじゃないなと思ったらしくて、なんかもともと MC バトルの人たちも来るからっていうことで、あとはまあ結構トラップ系のヤンパトさんとかも来てたから、だからまあ私のジャンルじゃないなと思いつつも来たらしいんですけど、俺が一人だけ暴れててなんか良かったって言ってくれて、いやまあそれはね西海岸大好きですから。でいろんなその西海岸系のいろんな話とかもして、で今度ちょっとイベントもね、なんか DJ タカさんが主催してるイベントがあるみたいなんで、 DJ タカさんって西海岸の西海岸系の曲を流すしたんですけど、俺高校生の時から聴いてて、で俺の地元の友達とかもDJ タカさんの CD 一緒になんかみんなで聴いたりとかして遊んだりとかしてたんで、でも青春時代の人ですね。はい、なんでちょっと、まあ、そういう意味でも、はい、遊びに行ってきます。またスターナイトはね普通になんかね、今西海岸系だからもう身内の本当にノリで、まあお客さんもいないですけどって言ってましたけど、まあ僕らはねやっぱそう関係なくやっぱ青春なんでね、はい、そうやってリンクできたらいいなと思います。はい、じゃあそんな感じでね終わりたいと思います。本当にありがとうございました。来てくれた人、あと繋がってくれた人、あと黒ひげかっこよかったよって言ってくれた人ね、もう皆さん本当にねありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう感謝ですね。はい、もう感謝しかないです。とりあえずまたどっかね、今回ライブかっこいいな、なんかライブまたピックアップしますって言ってたんで、はい、もっとねいろいろ精力的に活動して、結構みんなバトルとか見に来てくれるんですけど、俺はバトルは営業活動なんでぶっちゃけ、だからそう最後にね、俺バトルは営業活動なんですよぶっちゃけ。だからまあ一番の目標は優勝したら確実にチャンピオンライブもらえるじゃないですか。優勝したら確実にチャンピオンライブもらえるんで、だからまあもちろん優勝したいっていう気持ちが一番強いですけど、なぜかというとチャンピオンライブもらえるから。だけど俺の中で別に優勝しなくてもライブをもらえれば勝ちなんで、まあ俺の中ではね目標は達成なんで、まあただ優勝しなければ 100% ライブもらえないから優勝を狙ってるだけなんで、優勝しなくてもそこで俺のラップがかっこいいなと思ってライブ呼んでくれれば、まあ、俺の中では勝ちなんだ。だから今回This is Anthem っていう MC バトルの大会があって、そこでドクターウェルス君にもしよかったらライブやらないかって声かけてもらったんですよ。だから1回戦負けだったんですけど、その時アイスロール君っていう本当に茨城のめちゃくちゃかっこいいラッパーさんに延長の末ちょっと負けちゃったんですけど、でもそのバトル見てかっこよかったって言ってくれたんで、俺の中では1回戦負けだったんですけど優勝したのと同じ価値だったなと。はい、まあ、ちょっとこんなこと言ったらねバトルとか見に来てくれた人たちにあるかもしれないですけど、でも俺の本業はライブなんで、はい、やっぱライブがしたくてバトル出てるんで、1回戦負けでも、まあ、ライブ券もらえるや、ライブっていうか、まあ、ライブ呼んでもらえれば、まあ、優勝と同じかなと、はい、思います。はい、まあ、そんな感じでね、はい、マジで頑張っていきます。はい、
終わりたいと思います。誰々喋ってすいませんでした。じゃあお疲れ様です。また会いましょう。ピースよ。